会場の皆様も、寒い中、たくさん集まっていただきましてありがとうございます。ここ、水波バサラカーニバルでですね、チームを結成して今年で、9年目を迎えました、神楽と申します。会場の皆さん、こんばんは。今回の、バサラカーニバル前夜祭でですね、ヤタの国を踊らさせていただくのですが、今年も、前夜祭ぐらいは、はっちゃけてもいいだろうということでですね、ヤタの国踊れる方はぜひともですね、隊列の中に入っていただいて一緒に踊っていただきたいなと思いますので、どうぞ今のうちに、どんどん隊列の中に入っていただいてですね、一緒に踊っていただきたいなと思うんですが、どうですかね、多分ヤタの国動画で見て覚えてくださった方々もいるんじゃないかなと。入っていただきました、ありがとうございます。どんどん、少しでも踊れる方はですね、入っていただいて、またもう一人、ありがとうございます。衣装と、着てなくてもですね、大丈夫ですので、少しでも踊れるよという方はですね、こうして隊列の中に入っていただいて、事故だけないようにして踊っていただけたらなと思います。いいですか。ありがとうございます。それではですね、少しいつもとは違って、楽しく元気に踊らさせていただきたいと思います。どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神楽、伝統を慈しみ語り継がれる芸の都、光も霞む彼方より踊り見せるは芸の都、名古屋。芸の誇りを武芸にあり、勇ましき心を烈火のごとく。名古屋にゃ神の祭りに神の芸、おお名古屋へいらあたんなも。今をさかのぼること300年、質素倹約の世にありながら唯一梅の都と呼ばれた尾張の国、名古屋。民より慕われた藩主、徳川宗春公。その慈愛に満ちた信念は今もなお名古屋の末をまばゆく照らし、栄華を望む。上げてけー。永遠に続く
明日からもバサラカーニバル皆さん楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。